新曲、ブローユーアーカバーテレビ初披露。視聴者絶賛の衝撃パフォーマンス。ナンバーアンダーラインアイの新曲一瞬で脳内活性化。ナンバーアンダーラインアイ、新曲、ブローユーアーカバーがテレビ初披露され、視聴者たちから熱い反応が寄せられています。ギャップがすごい眼福すぎたなど、その魅力についてのコメントが相次いでいます。 この曲は、ゴートとは異なる側面を見せ、しっとりとした雰囲気で心に染み入ります。聴き手を魅了する彼らのパフォーマンスに、目を閉じてじっくりと聴きたくなる一方で、彼らの魅惑的な歌声とダンスによって、脳内が活性化される瞬間が訪れるのです。私自身、このようなタイプの曲は大好物です。ヒップホップソングよりも、 このようなしっとりとした曲を多く聴いてきました。そのため、新曲、ブローユアカバーのテレビ初披露には特に期待していました。この曲の魅力を存分に味わうために、他のカップリング曲も MV 付きで見たいと願ってやみません。果たしてその願いは叶うのでしょうか男性の大人の色気はやはり素晴らしいものですね。 露出が明らさまなわけではないのに、その存在感に目が離せません。その歌声やパフォーマンスは、脳内でリピートされるほど印象的です。この曲は何年経っても、その時々の男性の色化を感じさせることでしょう。まさに芸術品のようなパフォーマンスでした。特に、騎士君のパートの伸びが際立っています。そこに翔君の華麗なターンも加わり、 見どころ満載です。アマプラ配信ではカメラアングルが異なるため、さらに見どころが増すかもしれませんね。ゴートとブローユアーカバーの魅力に酔いしれ、何度もリピート再生を繰り返してしまうほどで、昨夜は寝るのが遅くなりました。ゴートは、スタジオの中にカートを入れてくださった番組のスタッフに感謝しています。彼らの楽しそうなパフォーマンスを見て、 こちらも幸せな気持ちになりました。ブローユアーカバーを何度も見てもドキドキが止まりません。翔くんの3回転はまさに芸術的です。生番組であんなに美しく3回転を決められるのは素晴らしいことです。騎士くんの伸びのある歌声に乗せてのターンもさらに感動を呼び起こします。神宮寺くんの繊細な歌い出しも素晴らしいものでした。 彼らのパフォーマンスは、ミリ単位で考え抜かれた動きの連続でした。その一つ一つの動きが見事に調和し、素晴らしいパフォーマンスを生み出していました。ブローユーアーカバーは、繊細な動きのダンスに加え、本格的な歌唱で魅了する大人の曲です。騎士くんの力強い声量や、翔君のブレのない軸のある回転、神くんの柔らかな歌声は、 ラップ曲、ゴートとは異なる一面を見せています。その表現力の幅広さに夜が明ける余韻を感じました。言葉にならない感覚を見事に歌い上げており、そのパフォーマンスは素晴らしいという他ありません。平野さんのターンは圧巻でした。私もあのターンを見たかった一人です。彼らのパフォーマンスはまさに最高でした。 ブローユーアーカバーの歌い出しは優しく、ふりとぴったり合っています。岸さんの歌声は非常に上手で、驚くほど印象的でした。この曲のダンスも、その色鮮やかさが際立ちます。彼らのパフォーマンスは唯一無二であり、毎日でも見たくなる魅力があります。彼らは他のボーイズグループとは一線を画しており、 自分たちの道を突き進む姿勢に感銘を受けます。ブローユアーカバーは先日のドーム配信でも見ましたが、さらに洗練されていて、その色っぽさが増していたように感じました。平野翔くんのターンも軸がぶれず、美しいものでした。騎士くんの歌声も切なく、神宮寺くんの表情も色っぽかったです。彼らのパフォーマンスは今ま、 で経験したことのない世界観でした。その振り幅の大きさに圧倒されました。ナンバーアンダーラインアイは今後どんな姿を見せてくれるのでしょうか私たちは彼らの活躍を楽しみにしています。彼らはエンターテイナーであり、その才能に感銘を受けます。新曲、ブローユアーカバーのテレビ初披露は衣装チェンジがなく、 カジュアルな衣装で行われましたが、その大人っぽさが際立ち、最高のパフォーマンスとなりました。彼らの魅力に引き込まれて、じっと画面を見つめてしまいました。ゴートもブローユアーカバーも、どちらも素晴らしいものでした。その魅力に満ちたパフォーマンスに、何度も心を奪われました。三人それぞれの個性が光る一方で、 グループ全体としての統一感も素晴らしいと感じます。彼らがこのまま自分たちの道を突き進み、妥協せずに活動を続けてくれることを願ってやみません。ブローユアーカバーの衝撃はコンサートで見た時と同じくらい強烈でした。CD で聴くと歌に振りがつくだけでイメージが変わることに驚きます。それに加えて、 CD でより一層歌詞の意味や彼らの魅力が伝わり、ますます好きになりました。彼らのパフォーマンスは、大人の世界観や歌い方、ダンスでもすごい表現力を見せており、感動を呼び起こします。彼らの才能にはただただ脱帽するばかりです。今回のテレビ初披露で、ナンバーアンダーライン愛の魅力に酔いしれました。彼らは本当に最高です。 ゴートもブローユーアーカバーもどちらも最高でした。特にブローユーアーカバーは日本語での世界観がこれまでにないものでした。彼らの進化を続ける努力にはただただ感心するばかりです。